素直に別れれば？それ言いますか？女癖さえなければ一緒にいたいです。しらじらしく聞こえるかもしれないけど、僕は本当にかよちゃんのことが好きなんです。自分の意志で欲望を抑えることがどうしてもできない。おっぱいやお尻に勝てない。僕は悪くない、むしろおっぱいが。じゃあやってみます。もし気に入らないようでしたらいつでも元に戻せますから。性を変えるための最終手段、それがこのスイッチだ。理性がみなぎる。名付けて賢者スイッチ。道理でかっこいいと思った。ああですよ。どうかされました？いえ、何でもありません。半年が過ぎ、僕はかえちゃんを泣かせることなく日々を過ごしていた。明日お休みでしょ、どこか行く？うちでゴロゴロでいいよ。おお、ああ、でも二人でゴロゴロも楽しいよね。お休み、穏やかな毎日。ごめんなさい、好きな人ができちゃったの。どういうこと？僕に何か不満が？デ君は悪くないよ。あなたに燃えないよ。かよちゃんと僕をつなぎ止めていたのは。じゃあスイッチは取りましょう。それとも気分が晴れるスイッチでもつけますかね。